はい、レオンチャンネルです。ついに8月9日来たね。事前に情報があった CSM のフード探偵バージョンの予約開始日でございます。16時からなんだけど、その前にすでに商品ページが来ておりますので、もうトップ A からしていいじゃん。見てきましょう。どんな感じ？え？安っ！ 9900 円。え？どういうこと？あー、そう、ガイアメモリの方か。あー、そうかそうか。ガイアメモリとドライバーで、別売りなんですよね。あ、びっくりした。ドライバー、あ、そう、なんか僕、ドライバー単体発売あるみたいなことを事前情報の時言ってましたけど、じゃなくて、ガイアメモリ単体売りとドライバー付きと2種類みたいですね。あとは仕様がどうなってるかってところだけど、こっちの9900円の方は、6本のガイアメモリが、ワンセット、うわ、ワンセットになってて、やっぱりアニメボイス入るんだ。ありがとうございます。もう本人ボイス、いわば特撮版の本人ボイス欲しいっていう声もたくさんあるとは思いますけど、今はもうダブルで今現行で盛り上がってるのは、フード探偵の方なんで、これはこれとして楽しんで、特撮版のご本人ボイスは、まあ、いつか出るのを楽しみにしましょう。まあ、今回はフード探偵エディションってことで、アニメボイスは入るだろうっていう風にみんな予測しておりましたが、60種類ってめっちゃ多くない？細谷さんの翔太郎ボイスと、個人的にドハマりしてると思ってるフィリップの内山さんボイスが聞きまくれるわけだ。で、切り替えができるかどうかが、アクセルドライバーのフード探偵エディションの意味にかかってくるとは思いますが、うわ、でもメモリブレイクだとか言うの。うわ、ジョーカーエクストリームとか、声重なるんだ。じゃああれだ、もともとのバージョン 1.5 持ってる人は、この9900円のメモリセットを買えばいいんだ。良心的、これはメモリセットが先に売り切れそうですね。1月発送早いし。1月どんだけ商品来る1月。で、今日の16時から予約開始で、バージョン 1.5 ベースになってますので、シールのホローの輝きは相変わらずパワーアップしてますし、これ成型色もね、バージョン 1.5 からめちゃくちゃ色良くなってるんですよね。あとはボタンもシルバー塗装で色が剥げない。ダブルドライバーで遊びまくってもなぜか色が剥げない。あ、でもなんかこれ成型色に見えるけど、ここね、シルバー塗装、あ、なんか、え、これシルバー塗装じゃない？もしかして。これ書いてあるかな？ここね、シルバー塗装なんだけど、バージョン 1.5 だと。なぜかね、塗装が剥がれないんですよ。剥がれないことが確認できたから商品化したってことだったんだけど、でもなんかこれ、成型色に見えるな。ここね、塗装かどうかは結構重要。BGM はないのか？てれーが聞きたいんだけど。で、あ、こっちか。フード探偵エディション19,800円。思ったより値上がってなくっていいんじゃない？ボイス入りの割には。でもバージョン 1.5 から何年経ってるっけ。あ、でも3年ぐらいも経ってるのか。2019年10月発売で 16,500円だから、あ、でもそう思うと3000円ぐらいしか上がってないって考えると、まあ妥当な価格なのか。 19,800円のこっちがコンプリートセレクションモディフィケーションダブルドライバーバージョン 1.5 フード探偵エディションで、バージョン 1.5 をベースとしガイアメモリーに左翔太郎とフィリップのアニメ劇中音声を追加したフード探偵版の特別仕様で、内容物としてはバージョン 1.5 順序ですね。ダブルドライバー、ジョーカー、サイクロン、メタル、ヒート、トリガー、ルナーとマキシマムスロットで、ガイアメモリー6本それぞれに左翔太郎フィリップのセリフを合計60で、6本ってことは10種類ずつぐらい翔太郎フィリップボイスが入ってるってわけかな。半分力稼いは相棒、僕たちは2人で1人の探偵だ。で、アキコボイスだったりとかときめボイスは入ってないわけか。従来の通常モードに加え、セリフモード搭載、変身必殺技に合わせたセリフが鳴るで、なるほど、ガイアメモリ長押しによってモードが交互に切り替わります。で、これでアクセルドライバーのバージョン 1.5 がフードエディションになってる意味が判明したってことですね。要はバージョン 1.5 アクセルドライバー発売してないのに、いきなりフード探偵エディション発売してどういうことみたいな。でもそれは9日に分かりますよっていう風に船仙さんが言ってましたが、そういうことだ。要はアクセルドライバーのバージョン 1.5 のフード探偵エディションは、今回のこちらと同様にセリフのありなしを選択可能で、普通にバージョン 1.5 のアクセルドライバーとして遊べるし、フード探偵エディションとしても遊べると。ボタン長押してそういう選択ができるわけね。え、でも BGM は、 BGM はあ、 BGM ないか。
セリフだけか。なんかダブルドライバーにボタンが追加されて BGM が鳴るとか、そういうのをちょびっと期待しておりましたが、あくまでバージョン 1.5 って書いてあるんで、そこは変わらずメモリのみアニメ要素がプラスされてるわけね。でこれも1月発送で今日の16時からです。なので僕はバージョン 1.5 を1時2時3時持ってて3つ持ってるんだけど、発送時期によって微妙に音程が違う説があって揃えて比較みたいなものもしましたけど、なので普通に考えたらこっちの9900円のメモリセット版を買えばいいんですが、パッケージがね、パッケージが違うでしょ。メモリ単体版とガヤメモリ版とドライバー本体版だから両方買う両方買うわ。ちなみにこっちを見ても、いや、やっぱボタン成形色に見えるけど、あ、ここにねフットタンデエディションの紹介動画ありましたけど、それ見たらガンガン塗装されてた。なのでちゃんとバージョン 1.5 準拠でボタン部分が塗装されたものにアニメセリフが入ってると。動画見るとね相当いい感じ、セリフも入ってザ CSM って感じ。じゃあ16時待ちましょう。その前にこれだけ予約しときます。はい、レオンチャンネルドンブラザーズ誘導 PB ノートセットをポチりました。はい、16時になりましたのでポチりましょう。おー、余裕余裕。最近はさ、サバ落ちありませんよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、サバ落ちしなくても普通に5分10分でなくなるアイテムバンバンあるんで、サーバーが明らかに強化されてるんだけど、そのおかげで商品によってはなくなるスピードがめっちゃ速かったりしますからね。ってことでまず1個メモリセット変えたのと、ダブルドライバーの方も買います。はい、オッケー。今回はこれ個別発送なんだ。同じ1月なんだけど一緒に発送はできないわけね。はい、決済も終わって16時5分で非常にスムーズにポチることができました。はい、レオンチャンネル CSM ダブルドライバーバージョン 1.5 フート探偵エディションと CSM ガイアメモリーフート探偵エディションをポチりました。それに関連して船船さんブログの更新は飽きてないか、もうちょっと後かな。あ、両方ともこっちだ、普通に商品リンクだって感じで、僕はこのアニメ版のパッケージを期待してメモリー版とドライバー版両方買いましたが、まあ、バージョン 1.5 はねかなりみんなが買って3時受注とかまで行きましたので、バージョン 1.5 を持ってる人はメモリセット版を買えばいいので、この辺は良心的ですね。ただ今回のフート探偵バージョンはあくまでプロローグにしか過ぎず、今後フート探偵バージョンの CSM アクセルドライバーバージョン 1.5 とか同パンとメモリセットも来ますから、特にアクセルドライバーに関しては初の再販で、今回の商品仕様を考えると通常の 1.5 としても遊べるし、アニメ版としても遊べるしっていう長押しで切り替えができるはずですから、これ超楽しみ。あとは同パンとメモリ版とかもセットどういう内容になるんですかね。あとはこれだけフート探偵が盛り上がってると、バージョン 1.5 のファングとかエターナル関連の新規アイテムとかも期待しちゃいますが、その辺は今回のフート探偵1期ではちょっと厳しいのかな。2期とかがあればその辺の可能性も出てきますよね。では確認が貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。